ったんちゃう。そう、ナンバーが33。おお。おお。ちょっとこれボンネット浮かしてる感じ。え、なんで浮いてる。ボンネットなんか、ま、ボンネット前開きこれ。浮いてるよね、ボンネット。そうですね、前にこうやって。前に開く感じ。ですかね、ヒンジが前についてるってことですか、ね、昔空気抵抗よくされるんで、まあ、ちょっと浮かしたりとかしたよ。あ、90年代のスポーツカーは。うーん、浮かすことによって排熱も対応できるもんで。あ、排熱とかあとデザインだけのも、うん、なんかでもかっこいいですよね。これ前開くのか、いや前開きじゃん、あ前開きか、ボンネットバチンと今ちょっと開けてくれてる感じね。そうですね、いつでも開けれる状態で、いつでも開けれる状態なのか、そういう仕様なのか、どっちかは定かではないですよね。まあ、完全にどっちなんでしょうか。完全に今浮いてるよね。浮いてますよね。タイヤ。タイヤ。左ハンドル。違うな。これ純正。左ハンドルで。これステアリングは何 ？OMP って書いてある。OMP って書いてあります。タバコいぶってますけど大丈夫ですか。タバコはちょっといぶってるけど、うん、まあ大丈夫かな。ね、うん、燃えるものはないもんで。オーディオはでも結構いろいろ変わってるね。あ、そうなんですか。おお。なんかメーター周りもなんかちょっとメッキのようなそういったものに変わってるね。あ、おお。ステアリングも変わってる。これちょっと取ってるかな。なかなか。若干ローダウンもしてやる。また今度来ますね。また多分毎回来てるかもしれんね。毎回かもしれんね。このリアウィングはどうですか。これってリアウィング、リアスポ。調整できないですか、角度。なんか角度今一番きついのになってやるね。めちゃめちゃ空気抵抗にはなるけど、この方がダウンフォースが発生していいのかもしれんね。そうですね。これイタリアでしたっけ。イタリアです、ね、スウェーデンじゃないですよね。なんかスウェーデンみたいな黄色と青カラーリングはそうですけど、イタリアの車です、ね、ランチやね。マフラーはなんか変わってる。マフラーはなんかでかくないですか。マフラーなんだろう、なんかに変わってあるけどね。なんかのメーカーは書いてあるけど、ああちょっと読めないね。読めないですね。読めないね。ランチア、インテグラ。これ、これはなかなか見れんよ、これは。そうですね。このフェンダーもやっぱかっこいいですよね。このウィングもなんか、ま、汎用品か何か。汎用品じゃないですか、ね。汎用品。汎用品じゃないと、この角度はなかなか見れないです。この間でも名車で汎用品つけてる人いたよ。ガチの汎用品を。ガチで汎用品はマジ。イタリアの車だったけどね。あ、そうイタリアのあれなんだっけな。イタリアで汎用品使うの。もう汎用品使ってたよ。アマゾンで。アマゾンの。イタリアの名車。このヘッドライト周りもこれかっこいいね。すごい丸めでね。この価格として。このフェンダーの膨らみの出し方、感覚で。そうだね。あえてこれ何？最初からこういう感じ。最初からこういうワイドボディにはしてない。してないですよ。元からやっぱそういう、やっぱイタリア人はデザイン大事にするじゃないですか。デザインかっこいいね、やっぱイタリアね。これ何十年前ですか？四五十年？三十年？年ぐらいは。もう分かんないですね。いつの車なんだろうな。ランチア時代普段見ることないもんでね。見ないですよ、ね。めっちゃレアだよね。以上ランチャーでした。ランチャー。